ちは、グッドラストレッチです。今日のストレッチはですね、とにかくリクエストが多かった、下半身のセルライトです。特にあの裏ももとかお尻のセルライトってなかなか落ちないですよね。セルライトが多い方は筋肉がちょっとね少ない傾向にあります。なので、ね、一緒に頑張ってなくしていきましょう。続ければ必ずセルライトはなくせるので、一緒に頑張りましょう。セルライト以外にも足痩せだったりお尻の前肉を落としたいっていう方にもね、すごく効く種目になっているので、下半身が痩せたいっていう方はね、メジャーで一度測ってみてからやってみてください。一回でかなり効果出ますよ。では一緒にやっていきましょう。はい、まずはですね、楽に座ってください。楽に座ったらこの膝をね抱きかかえます。抱きかかえたら背筋、骨盤を立てて背筋を伸ばして、ぐーっとね胸の方に寄せていってください。そうするともも裏お尻伸びる感じがあると思います。ここで全然使わなくても大丈夫です。もも裏お尻が伸びていれば OK です。いきます。では20秒やっていきましょう。ぐーっとね、しっかりね呼吸吐きながら伸ばしていってください。どうですか、この辺伸びてる感じありますか？ちょっとねあぐらかいて、座るの苦手だよって方は、壁とかにね、もたれながらでも大丈夫です。無理はしないでくださいね。ぐーっと、ね、伸ばしてあげてください。よいしょ。はいはい、ではこっちの足もねぐーっとね、よいしょ、膝をね胸に寄せていきます。20秒です。どうですかね、伸びてる感じありますか？全然つかなくても本当に大丈夫ですからねむしろここがつかないって方も伸びしろだと思ってくださいどうですか、伸びてますか？しっかり呼吸吐いてくださいね。頑張って、よいしょ。はい、そしたらですね、次はあぐらかきます。あぐらかけない方全然多分いっぱいいると思うんですけど、あぐらかけない方はね、まあできるだけで大丈夫です。でさらにですよ、さらにいける方はここ足、ここ膝をねこうクロスしてください。できない方は全然大丈夫ですよ。あぐらでもいいですし、あぐらかけない方はね全然ここまでいかなくても大丈夫です。そしたらね、その自分のできるところまで足をクロスさせたら前の方に倒れていきましょう。そしたらこの上に乗ってる方の足のお尻がすごい伸びると思います。いきますよ、20秒です。いきます。どうですか、伸びてる感じありますか？あんまり、ね、無理は禁物なんですけど、一つだけ約束してほしいのは、とにかく呼吸はね絶対止めないで吐いてください。呼吸を止めながらやると首絞めながらストレッチしてるような感じなので、より辛いのでね、あまり辛いこと私あの、ね、そんなしてほしくないので、息だけはしてくださいね。よいしょ、 OK。 はい、次こっちの足です。いきます。前にグーッと、ね、倒れましょう。20秒です。どうですか、お尻伸びてる感じありますか？この体勢で私と一緒にの体勢になれなくても多分お尻伸びてる感じあると思いますしっかり伸ばしてくださいね。どうですか、頑張ってもう完璧にできなくても全然あのもうやってるだけ偉いですから、皆さん本当にね。よいしょ。はい、そしたらですね、体勢変えます。仰向けになりましょう。仰向けになったら、ね、手をこういう感じで伸ばします。背中は床についてください。そしたら足をぐーっとね、できるだけ遠くに、で目標は床につくような目標でぐーっと、そしたらね、腰とかね、お尻、太もも伸びる感じだと思います。いきます、20秒です。しっかり呼吸を吐いてね。どうですか、この辺伸びてる感じありますか？足はね、目標は床についてほしいんですけどね、全然あのつかなくても大丈夫です。自分の体とね相談しながらやってみてください。全く私と同じようにはねできなくても全然大丈夫です。よいしょ。じゃあね、次こっちの足ぐーっとね、よいしょ、伸びますか、伸びますか。いきますよ、20秒です。この肩甲骨と背中はね床についてくださいね。ついた状態でできるだけ伸ばす。全然床につかなくても大丈夫。腰に痛いっていう方は無理しないでくださいね。あんまり苦手な種目があるっていう場合はもう全然飛ばしちゃっても大丈夫ですから、もう続けることの方が大事なので最後まではね一緒にやっていきたいんですけど、まあ、2、3個は全然飛ばしちゃっても大丈夫です。はい、そしたらですね、次膝を抱えたら片足、膝を抱えたらぐーっと、ね、胸の方に寄せていきましょう。いきますよ、20秒です。しっかり呼吸を吐いてくださいね。どうですかね、裏もも伸びてる感じありますか？お尻とうーっとね体の方に寄せていきましょう。しっかり伸ばして伸ばして、息止めないでねどうですか、伸びてますか？皆さんもう本当に一緒にやってる方素晴らしいです。よいしょ。はい、じゃあ次こっちの足やっていきましょう。20秒です。
ふーっとね息吐きながらしっかり呼吸を吐いてください。呼吸さえ吐いてればもう OK です。吸うのも大事なんですけど吐く方がどっちかというとね、意識してほしいですね。呼吸を吐き切ったりとか、とりあえず吐くこと意識すればもうね OK です。あまりね細かいことはね、気にすると続かなくなりますから。よいしょ。はい、そしたらですね、次は膝をちょっと90度ぐらい立てて片方の足をこういう感じで伸びます。そしたら太ももをぐーっと持って胸に寄せていきましょう。このくるぶしが胸に近づくような感じいきますよ。じゃあ次は30秒でいきましょう。よいしょ。ぐーっとね胸の方に寄せてください。どうですか。ぐーっとお尻もも裏伸びていれば OK です。しっかり呼吸を上げてくださいね。頑張って。この体勢にもね何だか辛いって方いると思いますけど伸びしろです。本当に苦手だよっていう方はね、全然飛ばしても大丈夫ですから、もう自分に優しく、やってる自分を褒めてあげてください。本当に素晴らしいです、皆さん。どうですか、伸びてますか。よいしょ。はい、そしたらね、こっちの足もやっていきます。乗っけたら、太もも持ってぐーっとね、胸の方に寄せていきます。30秒でーす。よいしょ。ぐーっとね、寄せてってください。息は止めないでくださいね。余裕がある方、こういう感じでバウンスさせるとね、より伸びます。しっかりね、裏ももとお尻伸ばしてあげてね、一緒にセレライトをなくしていきましょう。この体勢もね、結構難しいのでね、苦手な方はね、どうしても苦手な種目はね、飛ばしてもね、最後までやれば、1、2種目ぐらいだったら全然効果あるので、自分にね、やってるだけ偉いので、自分に甘くね、やっていきましょう。以上。はい、そしたら、片方の足をまっすぐ伸ばしたら、もう片方の足はこういう感じで大きな円を描くようなイメージ回していきます。30秒です。股関節周りをねしっかり伸ばしましょう。この時ね股関節ゴリ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 言ってちょっとなんか気になるって方いると思うんですけど、痛みがなければそこまで気にしなくても大丈夫です。ある方はねちょっと円をちっちゃくするとか、まあ飛ばすでもいいですし、痛みがある方は気をつけてくださいね。なければ、可動域を意識しながら大きな円を描いてください。頑張ってください。どうですか。よいしょ。はい、そしたらもう片をやっていきます。よいしょ。30秒、外回しです。大きな円をね普段動かさないぐらいの可動域で動かすのがポイントです。もうこれは基本的にそんなきつい種目じゃないので無理なく、やってくださいね。痛いよって方はね気をつけながら、それが飛ばしてもいいですし、無理なくやってください。息だけは吐いてくださいね。もう少し、よいしょ。はい、そしたらですね、足をまっすぐ伸ばしたら太もも持ってぐーっと伸ばした状態で胸に近寄せていきます。まあ、ここ伸ばしてほしいんですけど、できる限り全然曲がっちゃう分には OK です。いきますよ。30秒です。よいしょ。ぐーっとね、できるだけ足は伸ばしましょう。足もう柔らかい人はピンとなるんですけど、私もももがすごい硬いですよ。めちゃくちゃ硬いです。もう とりあえずもも裏伸びてる感じがあれば OK です。ぐーっとね伸ばしてください。裏もも硬い人めちゃくちゃ多いですからね、私も含め。この辺伸びが感じれればほんと OK です。大丈夫です。でしっかりね息を吐いてください。よいしょ。はい、次こっちの足やります。30秒です。できるだけ伸ばしてください。全然ね足ね曲がっちゃっても大丈夫ですからね。もう私も含め足曲がってますけど、これは伸びしろです。一緒にね頑張りましょう。本当皆さん一緒にやってくれてありがとうございます。本当にもう動画見ながらやってる皆さん本当に偉いです。素晴らしいです。やってる自分をね褒めてあげてくださいね。ちょっとねきつい方ね一緒に頑張りましょう。よいしょ。はい、次はですねヒップリフトやりたいと思うんですけど、足は軽く肩幅ぐらいに開きます。広げたらお尻の力を使って上に上げるんですけれど、この時余裕がある人は、指先、足の指を浮かせてかかとで上がっていってください。いきますよ。30秒いきましょう。余裕がある方だけかかとで上がる。息止めないでね。
絶対気を止めないで頑張って、きついですよね、頑張って頑張って、もう少しです。よいしょ、上でギューです、上でギュー、頑張って、余裕がある人はお腹にも力入れて、よいしょ、頑張ってもう少しです、よいしょ。どうですか皆さん、大丈夫ですかね。次はね、足の裏でべったりついちゃってください。ついたらこの状態でドン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 歩きます。いけますかね、大丈夫かな。30秒やりたいんですけど、結構ねきついと思うので、10秒でも20秒でも大丈夫です。目標30秒で一緒にやっていきましょう。いきます、30秒以上、キープしながら歩く、戻す、以上、きついですよね、以上。お腹にしっかり力入れてくださいね、お尻にもぎゅーっと力入れます。休み休みやってくださいね、体力はもうね、人によって全然違うので、できなかった自分のこと絶対に責めないでください。チャレンジしただけ本当に偉いです、思いや動画見てるだけでも偉いと思います私はよいしょよいしょ、はい、そしたら体勢変えます、うつ伏せになりましょう、よいしょ。うつ伏せになったら上半身は完全にダラーンとしてください。そしたら足を伸ばして曲げる、足を伸ばして曲げる、この時にね、できる限りかかとがお尻につくぐらいが目標ですけど、全然つかなくても大丈夫です。いきますよ、30秒です、よいしょよいしょ、裏ももを意識しながら、意識しながらですよ。この時お尻とかね、裏ももを使ってる感覚がよくわかんないって方は、多分筋肉がない証拠だと思います。普段多分ね、前ももとかばっかり使ってる可能性があります。よいしょ、頑張ってくださいね、意識しながらです。よいしょよいしょ、はい、そしたらですね、次は片足ずつこういう感じで一回曲げます、曲げますよ、曲げたらお腹はしっかり力入れたら、こうお尻からこういう感じで真上に上げていきたいと思います。この時お腹の力が抜けちゃうと、腰痛めてしまうので、腰痛持ちの人は気をつけながらこういう感じで上に上げていってください。いきますよ、30秒です。どうですか、見た目地味ですけど意外にきついです、真上にお尻使いながら上に上げる、きついですよね、頑張ってくださいね。休み休みでも大丈夫ですし、10秒20秒でもね大丈夫なので無理は絶対しないでくださいね、頑張って、できる方は頑張ってね、やってるだけ偉いです。よいしょ、頑張って、もう少し頑張ってね、よいしょ、きついですねはい、次こっちの足です。膝ね曲げたらこの状態で上に上げていきます、お尻から上に上げるようなイメージ。で、腰痛ある方はね、お腹にしっかり力入れてください。いきます、30秒です。どうですかきつい方の休み休みでもいいですし、10秒でも20秒でもね全然ね、完璧にできなくても大丈夫ですから、もう完璧できないのは伸びしろです、本当に素晴らしいですよ、やってるだけ皆さんあー、これお尻痛くなりますよね、うん、きつい、頑張って、もうちょっとだよ、頑張って頑張って、息止めないでね、息止めないで、よいしょ、はい、そしたらですね、次は最後の種目になります。最後の種目は四つん這いになりましょう。四つん這いになったら足を斜めに伸ばします。いきますか、そしたらこの状態で上に上げていきます。で、これ最後なので1分1分いきますか、できるかな、全然できなくても大丈夫ですけど、ちょっと目標としてちょっと1分ずつ左右やっていきたいと思います。頑張りましょう、いきます、よいしょ片足ずつ1分って結構きついと思います今自分でもちょっと後悔してますけど、できる方はね一緒に頑張りましょう、息だけは止めないでくださいね、この時ね腰は反らないでください、よいしょ、できる限り上に投げる頑張って、息止めないでね、30秒経過です、半分、あと半分、よいしょ、きつい
さんついてきてる方いますか？全然1分できなくて大丈夫ですからね。できる方は一緒に頑張りましょう。あと少しですよ。あと10秒きついですね。頑張って頑張って頑張ってください。3、2、1。おきつい。じゃあちなみに私お尻の大会とか出てて結構、重い重りを持ちながらトレーニングとかしてた私でも結構きつかったので全然できなくて当たり前ですからね。いきますよ。次ね、もう片方の足やっていきましょう。伸ばして上に上げる。いきます。1分間できる方は頑張りましょう。20秒でもね、20秒でもいいですから、いきます。スタート。息止めないでくださいね。しっかり呼吸して、お尻使ってる感覚ありますか？頑張って、もうちょっとです。よいしょ。本当ね、もうとにかくできなくてもいいんですよ。やった自分をとにかく褒めてあげてください。もう動画見て行動するって本当に素晴らしいと思うんですよ。それが3日坊主で終わってしまったところでもやっただけ本当にあるんです。私は YouTube を見ないから家で運動とかしたことない。ないんですよ。なんかもう家でからね、眠いじゃないですか。この今回もこの撮影をするのに、撮ろうと思って5時間かかってるので、皆さんね、本当に素晴らしいです。自分をね、褒めてあげてください。あと10秒です。頑張りましょう。頑張って、頑張って、頑張って。もう少し。あと少し頑張って。3、2、1。お疲れ様でした。どうでしたかね。最後ね、ちょっとしんどかったと思いますけど、皆さんとりあえずね、できなかった方も、できた方も自分を褒めてあげてくださいね。本当にお疲れ様でした。最初にメジャーで計測した方はね、もう一度測ってみてください。効果あったよって方だったりとか、一緒に頑張ったよって方はコメントくれると嬉しいです。シェルライトなんですけどね、毎日続けていればね、多分1ヶ月しないくらいで、だんだん消えてくると思います。早い方だったらね、2、3週間で消えたよっていう方もいるので、ね、まあ個人差はありますけど、続ければね、必ず効果出るので、一緒に頑張っていきましょう。まだまだ体力あってストレッチしたいよって方はね、概要欄におすすめのストレッチ動画貼っておくので、そちらもやってみてください。それでは今日はね、ありがとうございました。お疲れ様でした。最近ね、 Twitter とかね、 Instagram も更新してるので、そちらもね、概要欄に貼っておくのでフォローしてください。今回の動画がちょっとでもいいなと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。またねー。